皆さんこんばんは。ゼアビリオンズやっていきたいと思います。いやー、前回は油断しましたね。やられましたよ、ここで1回ほどね。で、なんかこれなんでしょうね、これ。あー、デイリーニュースみたいな感じで、こういったものも、古いファイルのコレクションもあるみたいですね。じゃあ今日はカルドの草原やっていきたいと思います。ミッションを期間内に完了。要は60日以内にコロニーの人口を600人に増やせということですね。結構これ食料は大量にありそうですね。まあ、周りを見てみましょう。で、石も取れるしね。早速この位置にゾンビいますね。この位置にゾンビいるね。上は？上の方がいないか。あー、なるほど。こういう形ですか。どこにテント立てた方がいいかな。ちょうど真ん中なんだよね。で、ここで石材とか建てるでしょ。こっちの方かな。こっちの方建てていく。よし。とりあえずそれぞれやっていこう。よし。大丈夫かな。ああ、こうなってる感じですか。とりあえず採石場早く欲しいよね。先にしょ、ここ一番取れるよな。この形だと一番取れない気がするけど、ちょっと石取んのがあれだね。めんどくさそうだね。あ、でもここ入るな。ちょっと待とう。よし。よし。で、お金ができたから。効率よく取れるね。食料は20かな。で、まずどこを片付けるかだな。結構いるんだよね。よし、片付けていこう。で、急いでほしいのはテスラタワーを、そうだな、どっちに伸ばしていくべきかっていうと、食料取るならまず絶対こっちだよね。こっち寄りにするか。資材があんねで。集合小屋が完了。で、これと資材取っちゃおう。よし。で、ちょっとこっちが道だから、こっち見守っててもらって。よし。石材手に入ったの大きいね。
で、食料ができてるでしょ。人口増やしていこう。で、食料が足んない。し、片付けていこう。さあ、いいよ。で、一応、なんか建てれっかな。木材工房が建てれるな。ただこれはちょっとまだ後だな。先にね、軍事のこれを建てたいから石材が欲しいね。ってことは石材を取れるようにもしないといけない。どう建てようかな。この列に建てちゃう。あんましこっちがやるとあれだな。こうしよっか。よし、さあ片付けて。ユニット攻撃受けてる。近づきすぎたか。よし、こっち片付けるか。さあ片付けて。怖いね。待とうか。こういう感じにしとこうか。ちょっと怖いのがね、ここ来たら怖いんだよな。木材30か。ちょっと次のターンだな。木材30溜まったら、それまではこっちでちょっとお片付けしてよ。よし、来たね。5が最高だね。よし、さあ片付けておいて。どっちかっていうとこうだな。で、木切るところはどこがベストか。13、こっちでもいいんだね。いきなしこっち広げるのはちょっとあれだな。そっちでもいいなら、ここで食料はもらっちゃおうか。ここ19いけんな。よし、一応怖いから。で、右をお片付けして、とりあえずね、石材溜まったら軍事施設そこで建てる。大丈夫かな。こっち側は集中して倒していくよ。で、テスラタワーを立っていかないとね。よし、
さあ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 、頑張ってもらおうか。食料はできてる。テントが建てれない。ちょっと待っててね。60日以内だから焦らず行きましょう。テスラタワー完了。こうすると電力なくなるでしょ。ちょっと怖いんだよね。こっち側は立てていきたいとこだけど、こう立てていきたいけどね。大丈夫かな。ちょっとこうしとこうか。ちょっと軍事施設ができるまでちょっと待てだな。石材溜まったね。あとゴールドと木材とエネルギーがあればいける。よし。ビルディングコンプリティ、エネルギー6だね。もうちょっと。さあこれが出来上がれば来るぞ。来た。したったな。こういう感じ。これでちょっと兵士ができるの待つしかないね。怖いのがここだよな。こうしとこうか。だいぶ生きてる生きてる。ちょっと強めなの来ると怖いね。で、ちょっと兵士養蚕の前に。大丈夫かな。こっち側ならなんとかなる。よしよしよし。早くできないかな。兵士が増えないとやばいんですよ。急げ。よし。木切る場所はこっちにも確保できるし、上の方でも行けそうだけどね。テント広げていくこと考えたらこっちの方きれいにしていこうか。こっち側はちょっときついかもな。変なの来てないね。早いの来たね。そろそろ危なくなってくる。そろそろ危なくなってくるから、ちょっとここら辺巡回にして2人ぐらいで行ってもらいましょう。ほい。上ね。大丈夫大丈夫。よし。で、木切るところは欲しいとこだけど、テスラタワーが伸びてないでしょ。
ちょっと待てだな。何やっていくか。食料も欲しいんだけどね。こっちの上の方をちょっとね、敵を排除していかないといけない。大丈夫か。よし、守りを固めながらレベルアップ。さて、この調子で上を伸ばしていきたいとこだね。よし、ここは大丈夫かな。そう、行こう。労働者不足。さあ倒して、まず上をきれいにした方がいいかな。ちょっとずつ来てるね。はい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 。敵がどっから来るか分かんねえからな。怖いからここら辺置いとこうか。ここのレンジャーも、あ、やっぱ来るんだよ、いるんだよ、こうやって来てるからね。マジで気をつけていかないと。見張り。ちょっときついかな。ガンガンレンジャーを排出していくよ。はい。さて、周りは大丈夫そう。ん？なんか気配しない？危ない。危ねえな。抜けてくるんだよな、こうやってね、ちょこちょこと。さて、施設的には余ってるけど労働者が足んないか。テスラタワー立てていくか。はい、よし。さあ一気に片付けていこう。忍者訓練完了。ベテランと33に分け、このぐらいに分けるか。よし、労働者が増えれば。さて大丈夫かな。ちょっときついかな。食料を作っていきたいな。19。
で、この列に沿って、これに立てちゃうか。よし。さあ行こう。とりあえずこれで食料できたらあれだな、レンジャーの数一旦これでしまいにしようか。はい。あ、思ったよりやばいかも。大丈夫かな。あー、食われた。やばい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 。あ、まずいなこれ。あっと、これまずい。これまずいぞ。あー、敵が近い。あー、バイ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 、やられちゃう。いやー、ちょっときついな。あ、やばい、殺される。大変です。いや、派手にやられたわ。派手にやられましたね。よし。手を広げすぎたな。さて、とりあえず来てもらうしかないんだけど、いやー、じっくり進むべきだった。また一からだ。じっくり進んでいこう。で、怖いのがここら辺で一旦壁を作っちゃった方がいいかな。こういう感じで作っちゃおうか。で、食料がいいね。食料効率が素晴らしいです。さあ、来て来て来て。で、そろそろあれを作りたいんだよな。材木のところ。はい。上を片付けるぞ。はい。よし。またあれだね。テントをがっつりと立てていけるね。で、労働者増えたから、今度次これ作りましょう。さてさて、
大丈夫かな。はいはい、どうしどうして。ここ抜けられるとちょっと怖いね。巡回しといて。木材切り倒したいな。作れるようになったか。木工をどこに作るか。こっちかな。空き地を選択。テスラタワー建ててだな。で、テスラタワーの近くに建てちゃおうか。木材なくなった。大丈夫かな。そう、行こう。市場があればまた変わるんだけどね。まあ、60日以内ならまだまだ余裕はあるでしょう。じっくりと行きましょう。正直あんましここもう切り倒す必要ないんだよな。片付けんならどこ行くのがいいかな。駅到着。はい、片付けて片付けて。おっと、さて出来上がるの待ちましょう。よし。さあ片付けて。こっちは逆に木の壁ができてるから、そこまで心配するほどのことじゃないと思うんだ。木の壁ができてない方の方が怖いよね。そうすると2人ぐらいこっち置いといて、こっち側をやりに行こうか。今度コテージ研究。よし、ここですね。今度ここでね、材木切れるんだよね。よし、川とりあえず大丈夫かな。金が溢れている。材木とっとと切れるようにしてだな。ここもこんな感じにまとめて一気に置こうか。やばいかな。やばいかも。戦闘がやられる。いや、待てられた。ちょっと油断するところだよ。強えんだな。テスラタワー建てたからかな。じゃあちょっとね、電力欲しいよね。電力どこ建てようかな。
これでいっか。これに食料立てられないっしょ、だって。あとね、電力ないからあれが立てらんないか。これエネルギー4だね。ちょっと立つの待ちましょうか。よし。ちょっとこの人数で頑張っていこう。はい。近づきすぎると危ねえからな。よし。もうちょっとじっくりと。そうって。よし、風車小屋完成。10か。取れないよりマシか。黙った分こんな感じにしといて。さあ退治していこう。ほい。ここもね、正直どうにかしたいけど、132か。人口600人ってたよね。うまく資源活用していかないとやばいかもな。さあ、木が作れるようになった。あ、やばいかな。あ、やばいかもしんない、また。あ、これやばいな。やばい時代になった。あ、やばい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 。大丈夫かな。危ねえ。すぐこうなっちゃうんだから。で、コテージにするには結局食料が足んないから、食料を取りに行きたいんだけど、上はいくらでもテント建てれる状態にはなるね。下の方に行くと食料結構ありそうかな。現状このままだとやばいもんね。まあ、余った木材の活用方法としてはもったいないからね。壁ちょっとでも作っとこうか。で、全然食料取れる。森関係なかった。なんだあれ。じゃあ上片付ければここ食料庫にできんじゃん。なんだそれ、言ってよ。これで600人いけるかと思ったけど、なんだ、そんなに食料がっつり取れるなら。ユニットが泳げてる。ちょっとやべえかもな。ちょっとやばいかもな。引っかかってんだ、一人列車に引っかかってる。危なかった。よし、抜けがないように気をつけないとね。
なんだ、じゃあコテージに出ちゃうか。で、ああ、食料庫にできるんだよな。これも立てちゃおうかな。ここ立てちゃうといいか。超危険だな、これ。よし。とか見張り台いらんねえわ。よし。こうしとこう。What's up? Any infected around? Great. はい。はい。Oh, here we go again. ね、ちょっとやべえんだよな。木材2か。Okay. これとりあえず片付けよう。はい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 。ここがちょっと怖いね。ちょっとこっちに2人ほど追加。で、食料はガンガンできてるから、これ建てると木材がなくなっちゃうんだよな。で、正直テントの方が効率がいっちゃいい。ほい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 、エネルギーなくなったかな。労働者への木材にね、さあやってこう。さあ片付けて。とりあえず借りて建ててるし大丈夫かな。コテージ完了。では今回あれなんだね、コテージとか作っても人口が増えるだけで労働者が増えるわけじゃないんだよね。労働者はあくまでこの列車から来るので労働者確保しろっていう感じですよね。よし、駆逐しなくては。あ、労働者一気に増えた。労働者が増えても、やることとしてはまあテスラタワーは建てたいけどね。はいはい、しエネルギー伸ばしていこう。やばいかも。はいはいはい、倒して倒して。やばければ引けばいいからね。よし、これでこうできるね。あっと、こうしてる。来てんな。さあ倒して、死なない程度に頑張って。そうね、風車小屋欲しいね。さあやってやって、結構いるな。
大丈夫かな。ちょっとここら辺薄いんだよね。ここがちょっと怖いんだよね。まあ上の安全を確保できれば、こっちに食料ゲートができるからね、ここら辺。上で食料で、ここら辺で人口、やっていけばいいでしょう。そのためにも今現状頑張ってもらわないと、これで。労働者いるなら、お金もったいないしね。さて、駅に到着。さあ片付けて片付けて。大丈夫かな。食料確保するとこが欲しいね。こっちの左上の方だな。こっちの方だね。資材もあるし。ああ、やばい。危ないね。見回りの数増やさないと。資材があってもしょうがねえんだよな。食料欲しいけど。さあ退治していこう。よし。さあ倒して。さあガンガン進んでいこう。これも来てんね。ここも怖いんだよな。怖いんだけど木の板があんましょうけないんだよね。悩みどころよ。さあ削って削って、食料庫が欲しい。狩猟小屋ここら辺も取れないもんね。こっちなんだよ。ここだよ。ここかぶらないレベルってなるとこっちか。この列もかぶらない列だね。テスラタワー広げていこうか。ほい、来るぞ。レベルアップ。一人だけここ置いとこう。労働者はいるけど、テスラタワーをガンガン建てたいんだよね。ま、敵を排除してからだけど。また食料。よし。すぐに立てちゃうよ。さて。来てね。ほら。ちょろちょろ来るんですよ、こうやって。届いてんね、あそこ。その位置届いてればなんとかなるよ。
さて、人数増やして。さあ、やっていこう。16日か。結構きつくね。200人か、でも。食料が足んなくなってる？いやー、片付けていかないとまずいね。この列よ。ここよ。敵が近すぎる。ああ、いるね。で、テスラタワーをこの列に持ってくると。おい、頑張って。食料増えたかんね。コテージにしていっちゃおう。よし。さあ行こう。巡回してて。コテージ4つ。人口がまた増えた。よし、端っこまで行くぞ。どう立てっかな。ここの間に立てるの結構きついよね。こういう感じかな。やべ、一気に食料不足になった。さあ、端っこまできれいに片付けていこう。マップ端まで来たね。はい、これで左上の方、上の方は駆除できてきてるかな。上の方いなくなった？いなくなったね。駆除伸びないね。伸びる限界まで行こうか。さあ倒して。限界まで来たらそこを覆っちゃいましょう。そうすれば上を一気に食料庫にできる。さあどうだ。要はここが限界ラインになるってことよね。こっちはもうちょっとありそうだけど。限界ラインになるってことは、いい位置まで置きたいな。よし。あそこの限界ラインは分かったから。ちょっと一旦こっち見張りしててね。よし、これで食料
18。14。15。壁を作ってからじゃないと怖いけどね。よし。さあ急げ。壁作って。壁を作れば安心できる。280か。ちょっとできるかどういいかな。はい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 。電力足りなくなりそうだね。木材20か。よし。とりあえずここの上の限界部分はこれでいいから、電力作ろうか。これに立てちゃおう。よし、資材があるね。電力立てばまた人口を増やせるね。さあガンガン行きましょう。また食料あるっぽいな、これ。で、定期的に人が襲ってくるとも限らないので、こうと。さあ倒し倒して、オッケー。風車小屋完成。これでまたテント建てれるね。テントを建てれるとはいえだな。よし。特に形は気にしなくていいからね。これもリサイクルしましょう。そういうよ。また食料ゲットした。危ないね。食料をゲットしたら、これどこまで伸びる？敵が近い。結構な位置にいんのか。これは食料は取れないけど、材木は切れるか。食料。敵が近いそうです。このメンツもこんな感じで動かしたらいいね。さあレベルアップ。でテスラタワーを建てて、あの先が限界かな。よし。さあ、あとは守りきれ。ここ
完全に四角く作っていきましょう。で、ここら辺壊しちゃってもいいね。壊して、ここら辺も壊しちゃい、で、テント立ててきまーす。よし。で、見張りを逆に、ちょっと等間隔に立っておくか。よし。さあ、害虫駆除です。で、金余ってしょうがないんだよね。ちょっと木材使わせてもらって、防衛ラインを引いときましょう。プラス、ここに来てレンジャー追加。襲撃はないからね、とりあえず。襲撃はないから多分大丈夫だと思うけど、一応ね、念のため人置いとかないと怖いからな。よし。多分ちょろちょろ入れてくると思うんだよね。では見張りが必要です。で、この先は結構な位置まで伸びるね。限界はこの先か。まあ、始末していきましょう。食料が足んないからね。さあ、上まで行きました。こっから順々と下に降りていきましょう。おお、マジかマジかマジか。襲ってきた。あぶな。油断も隙もありゃしないよ。危なかったね。防衛用に増やしておかないと。ここ、さあ倒して、さあガンガン片付けていこう。ここも危ねえんだよな。さあ食料斜めに調達。テスラタワーかな。さあ片付けて356か。で、20日でしょ。で、60日だからまあ大丈夫そうですね。まあチャレンジモードだからというのもありますけど、比較的ゆっくりって言ってても大丈夫そうだね。よし。
こっちもほぼほぼいないはずなんだけどね。よし。食料こっちのじゃ取れないか。取れるね、ここで。13か。よし。片付けていけばまた食料確保できるよ。さて。こうやって壁作っとけばね、時間稼ぎはできるから。さあ行きましょう。コテージになると労働者がプラス2増えるんだよね。ただテントだと食料倍で、ああ一緒か、労働者一緒だね。コテージの方がエネルギー使うね。テントで使った方がいいか。やっぱ土地があるなら。これに作っちゃおうか。よし、片付けていこう。合流させて。多少無理が効くようになってきた。さあいいよ。ここら辺だいぶ片付いたんじゃない？よし、綺麗になった。綺麗になったところでまたテントをガンガン増やしていくと。よし、上は綺麗になったな。これに食料がっつりと立てれそうだね、これで。よし。オッケー。じゅんぐりじゅんぐりやってるから多分ね、大丈夫だと思うんだよね。まあ念のため怖いから。怖いから一応立てときたいけどね、防衛の。これまた し、テント完成。よい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 。念のためすぐ発見できるようにという形で。さて行きましょう。資料小屋が完成で、エネルギーどっちにしろまた必要になるからね。よし、心配性だから、そこまで必要ないと思うけどね。はい、風車小屋完成。これ大量にまたテント作れるね。これが建てれねえか。もう適当に、めちゃくちゃだけど建て方は。本来はね、綺麗に整理して作った方がいいんですけどね。
ここに並べて作っちゃおうか。テスラタワーを。伸ばしていきましょうか。で、見回り担当。一人こっち入れとこうか。はい。まあ大丈夫だと思うけどね。念のためよ。さて、これでまた食料作ってね。386狩猟小屋2つできた。狩猟小屋が2つできました。はいはい、いらなくなったね。うん、あとは下の方に伸ばしていきたいけど、テスラタワーをね。それはちょっとここら辺を駆除してからだな。よし。では片付けていこう。さて、多分来ないと思うんだけどね。わかんねえからな、こればっかりは。食料小屋は取れんな。6、8、14、15。うん、ここら辺か。10、かなり適当に置いてますけど。12。さあ片付けていこう。ここはそうだね、3人ぐらいで巡回してればなんとかなるでしょう。さあ、お片付け、お片付け。この状態からテスラタワーをまた伸ばしていきますよ。よし、ここにしとこう。よし、一気に人増やせるぞ。ガンガン増やしていっちゃいましょう。あとは、はいはい、まあ本来はもっと効率的にできるあれがあると思うけどね。400人。400人ですね。さあ、ガンガン行こう。600人まであと200人ぐらい。さあ、足して足して。完了。テント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 。
で、こういう四角いラインになるわけよね。さあ行こう。さあ敵を退治して、よし、壁ができればね、こっちも安全ですから、安心できますからね。さあ撃って撃って、まあこの調子でいけばあともう600人増やすだけですからね。もう適当でいいですよ。もう置けるとことりあえず置いちゃうみたいな。実際はね、市場を建てたり銀行を建てたりでね、置く場所を考えないといけないんですけれどね。テントがエネルギー効率一番いいからね。極力テントで建てれるならテントで建てた方がいいかと思います。ほら来た、これがあるからね。ほら来た、これがあるのよ。ああ、受けてるね。危ね危ね危ね。こういうのがあるから、油断できないんですよ。はい。仕掛けてきましたね。よし。さあ削って削って。こっちの先でこう見張っててもらえれば。また等間隔での食料作りたいんですけども。よし。ここら辺立てとけばいけるかな。570でしょ、あと。多分大丈夫だと思う。大丈夫大丈夫、置いてるから。よしよしよし、読み当たったよ。周り置いてても出てくるんですよね。なんかちょろっとこうね、嫌がらせのように出てくるんですよ。油断するとこっちがやられるっていうね。ほんとえぐいですよ。まあ今回建てた分の食料ぐらいで多分ね、いけるんじゃないかな。エネルギーが足んないかも。テント立てていけばあといけると思うんだ。テントどこ立てようかな。はいはい。でね、この3列かける3でいけないんだよね。2列をこう縦にこうどっちかに伸ばすかってだけだからね。出てこなくなったな。これ外にいる必要ねえな。よし、ちょっとここで見張っててもらって。さあ今回できた分でどう ?578。 もうちょっと必要かな。
こうしとこうか。もうちょっと必要であることを考えたら、すっかりエネルギーがねえんだ。これに作れるでしょう。まあある程度敵は削ったはずだから大丈夫だと思うけど、多分いないよね。よしよしよし。ここがエグいんだよね。地味にいやらしい。まあ適当にここら辺立てちゃえばいけるでしょうと。よし、606人いった。25日で行けましたね。よかったです。さて、バリスタこれで建てれるようになるかな。バリスタ建てれるね。武器工場。600人の群れ。あ、優しいですね、こっちの方が。こっち1000人だけど。難易度2だって。次回はちょっと感染者の群れ行ってみます。よし、バリスタゲット。司令部プラス20、食料局プラス20。この基本供給ってのもあった方がいいかもね。あと何を取っていくか。工学、視界プラス5か。あ、農場欲しいかも。農場市場欲しいかも。今さ、資材余るんだよね。ちょっとこっち方面進めていこうか、違う。次回ね。農場最強ですよ。さっきのあの草原なんかのタイプは農場あったら多分ね、だいぶすごいと思うよ。食料。60とかいくよね。ということでね、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。次回は、せっかく自動化兵器が手に入ったので、ちょっと感染者の群れ600人。ちょっとこれがどういった、例えば20日で感染者が600人の群れが来るから守りきれみたいな、そういった感じなのか、ちょっとどういった形なのかわかんないので、襲ってくるっていうよりも600人いるのかもしれないですね、マップに。まあ、それがわからないので、ちょっとこちらをね、次回やっていきたいと思います。で、場合によっては次こっち行っちゃおうかな。工場タイプね。じっくり行けば、勝てるはずです。ここはね。そんな感じで、着々と進めていけたらなと思います。10% ですね。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。